それでは3つ目いきたいと思います。今回はビニール袋を使って起こしていきます。今回ビニール袋を膝に乗せて行っていきます。介護者はまずベッドに座ってください。その後両足を持って自分のももの上に乗せてください。膝の上にビニール袋を敷いて滑る代わりに使っていきます。そうしましたら介護の人はお尻の方に近づいてください。で、介護者は利用者の方と腕を組みます。この時必ず腕相撲の組み方にしてください。もう片方の手は使えますので、介護者の手をこのような形で握ってもらいます。左手は足のところをこのような形で逆側から押さえていきます。介護者は一旦利用者の方に体を寄せて、体を引き戻した瞬間に起こしてください。以上です。それではこちら側からも行っていきます。まず最初に介護者はベッドに座ってください。で、利用者の足をももの上に乗せていきます。そうしましたらまた先ほどと同様で組みます。腕相撲です。利用者の方にはしっかりとここ手を握ってもらってください。介護者が足を下ろすサポートをしていきます。一旦利用者の方に体を寄せます。この、寄った反動で戻った時に足を下ろしていただければ起き上がることができます。以上です。